天命に残る以外テレサに選択肢はない。テレサは天命本部から最も遠い極東支部への転属を申請した。それと極東支部にバルキリーを育成する学園の建設も要請した。聖フレイヤ学園。そこでテレサは自分の命を大切にする、コマにも犠牲品にもならないバルキリーを育てる気だね。考えが甘いね。2009年6月21日。